聞いてないの？いや、ないよ、留守電。あいつとは会ってほしくない。俺のことだけを見てほしい。流星とやり直すことにした。人が一生懸命伝えようとした留守電さえ聞いてもらえない。親友なんだったら私たちのこともっとちゃんと認めてよ。お前ただの友達だよな。愛してるだなんだってうだうだ言いやがってよ。お前が消したのか？ああ、そうだよ。すっきりした。疑って悪かった。僕はまだ君を愛さないでいることができるはずだ。いらっしゃいませ。あの期間限定のハニージンジャーラテはいかがですか？とっても好評なんですよ。結構です。エスプレッソダブルのカフェラテホットで、あ、ミルクは豆乳に、グランデサイズテイクアウトでお願いします。かしこまりました。600円でございます。ダブルラテで1日を始めるのは私の儀式だと思ってた。毎朝9時前に出勤して、レポートを作って読んで、商品チェックして。10センチはさすがに攻めすぎじゃないですか？それじゃ売れないと思う。会議して。そうだよね。いや、でもだけど。残業して。これが私の毎日ルーティーンだった。でも。よう。ごめん、今度遅れるかな。今日は時間厳守って言ったろ。ごめん、残業だったから。変わらなきゃ。ちゃんと流星のことを愛したい。この方が社長の。今日は一体何のパーティーなの？今日はミーティアの創業2周年パーティーなんだ。なんで事前に知らせてくれなかったの？ごめん、仲間たちに君をサプライズで紹介したかったんだ。だから公平に君にもサプライズにした。水沢社長。ああ、
2周年おめでとうございます。いやいやいや、こうして会社が順調に成長できているのも徳田さんのおかげです。本当にありがとうございます。あ、こちらが取締役の徳田さん。 IT 業界20年の大ベテランだ。企業当時からお世話になってる。こちらは僕が世界で一番愛してる女性です。じゃあこの方が。はじめまして、三田来です。いつも水沢がお世話になっております。彼女は今ダイアナで商品統括の主任をやっています。ああ、業務提携したダイアナさんで。はい、よろしくお願いいたします。公私ともに水沢社長をうまく支えてあげてください。はい。社長、もう一度乾杯の挨拶お願いします。また？はい、みんな社長のご挨拶その2。皆さんご存知の通り、僕が株式会社ミーティア代表取締役社長、水沢流星です。皆さんも分かってるかとは思いますが、本日はゲストが来てくれています。マイハニーです。また彼女も僕を支えてくれている一人です。大きな大きな存在です。支えてんのは誰だと思ってんだ。あ、はいはい、田淵ですね。いかに安月給にも負けず、上司のパワハラにも負けず、毎日毎日頑張ってんだよ俺、家族のために。いや、わかるけど、お前そんなにいつも負けてるよな。そう。いや、子育て任せっきりだったからもうイライラしっぱなしでさ。もうべーどこでさ、どこで残業やめて子供の面倒見てたんだよ。そしたらあんまりうるさく言うから、そしたら給料減ったって切れられてさ、もうどうしたらいい。わかったよ、じゃあ今日は俺がおごるから。え、いいの？マジで？今レンと結婚したくなっちゃった。お前愛してるよ。わかったから、グッズくだよ。いいねいいね、ギクシャギクシャ。じゃあフリマアプリへの参入には反対だと？少なくともここ数年は。まずうちがやるべきことは、販売するブランドを強化してなるべくコスパのいい目玉商品を毎月のように出していくことです。わかりました、徳倉さんがそういうなら。むやみに土地を広げるより、いい土を作っていきましょう。退屈されてませんか？いえ、私水沢社長の秘書の風間です。ここちょっと騒がしいですよね。あっちのスペースだったらゆっくりできると思いますよ。 ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。すごいですね、パーティー。今日は特別なので。社長、お仕事忙しいから付き合うのも大変じゃないですか？あ、まあでも私もそこそこ忙しくしてるので、ちょうどいいのかもしれません。社長のこと支えてあげてくださいね。え？あ、飲み物持ってきますね。ここで待っててもらえますか？絶対に動いたらダメですよ。はい。つまる。
何よ、刺されろ刺されろって。激写不倫スクープ。許可なく投稿すんなよ。いいじゃん。お、早速コメント来た。マメだよな滝川って。いやまあこれで懐かしい人とつながれること多いし、刹那ボーイズの京極先輩ともつながれたしな。そっか。あのさ、ん、お前に聞きたかったんだけど。悪い、ちょっと電話。うん。もしもし。投稿見たよ。男子会楽しそうだね。まあな、田淵グデグデだけど。どうした？ん？うん？何でもない。ただ馴染めない場所にいて退屈だから。やっぱり私には脇役は無理かも。水沢社長、御手洗さん、向こうのスペースで待ってます。サプライズうまくいきそうですね。一世一代の王将、頑張ってください。ありがとうございます。サンキュー。頑張ってください。ほらみんな注目、本日のご用の方はメッセージを入れてください。あ、もしもし笠間です。御手洗さん今どちらにいらっしゃいますか？すぐに戻ってきてもらえませんか？よう、聞こえるか？突然だけどここで伝えたいことがある。ゆっくり考えてから出てきてほしい。あのさ。ん？私と約束してくれない？何を？蓮が結婚するときは脇役やらして、感動的なスピーチしてあげる。主役が食われそうだな。初めて陽にプロポーズしたのは5年前だった。ラーメン屋だったよな。もし俺が成功したら一緒になろう。夢を語る俺のそばで呆れながらもいつも俺を応援してくれた。本当にありがとう。あの時の約束をきちんと果たしたいんだ。御手洗陽さん、僕と結婚してください。今日はなんで君が。私で申し訳ございません。今日はどこにいるんだ。大丈
丈夫だって。蓮の恋愛遍歴とか恥ずかしい過去とか秘密にしといてあげるから。頼む。うん、任せて。ごめん。誰と話してんだ。あ、いや、おい、石田、お前いい加減にしろよ。いつまで世につきまとってんだよ。いい加減俺らから出てってくれよ。何すんのよ。本当だよ、俺何してんだよ。みんなの前で容赦ない女にプロポーズまでして、何も今日のこと愛してるのに。そろそろ出ていくべきかもな。おはようございます。すごい面白いと思うよ。おはよう課長。おはようございます。あ、おはよう。上海転勤の件もう決まりましたか。どういうこと。もしまだチャンスがあるなら僕に行かせてください。昨日電話ごめん。いや別に。あのさ、俺上海転勤決まったから。え、あ、おめでとう。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいよ。でも、なんで急に。その話なくなったんじゃ。せっかくのチャンスなのにってよう言ってただろ。やっぱ出世コースに乗っかろうかなって。いつから。来月から。じゃあ送別会しよう。お母さん蓮と離れるの寂しがると思うし。うん、ありがとう。俺も変わらなきゃな。そっか、お互い変わらなきゃだね。ああ。じゃあ。じゃあな。するって来月。そうか。それで要は大丈夫なのか。いや、
よう、うちの会社に来ないか。ダイアナに席を置いたまま、エグゼクティブアドバイザーとしてたまにうちに来て靴のアドバイスをしてほしい。ようみたいな人材はかなりの戦力になる。いや、でも私流星の彼女だよ。そういう風に見られると仕事やりにくい。俺はようの実力を買ってるんだ。ようも一旦外に出て環境を変えてみたら、もっと多くのことに気づくはずだ。環境を変える。俺はいつでも一番ようの近くにいたいんだ。分かった。あ、それこれ何？ハニージンジャーラテ。今日初めて飲んだけど結構美味しかった。へー。私はさ、毎日小さな変化を楽しむようにしてんの。例えば今日はいつもと違う飲み物を飲んでみるとかね、ヘアメイク変えてみるとか、ティーバッグ履いてみるとか。ちょっとおーってなる。するでしょ。するかもしれないです。要はさ、毎日の小さな変化の積み重ねが人生を大きく変えてくれるんじゃないかなって思ってるわけ。まあ唯一変わらないのは靴のサイズぐらいかしらね。私変わりたいと思っています、今猛烈に。いいと思う。それで水沢社長から、うん、聞いてるよ。行きたかったら行けば。いいんですか？もちろん。エグゼクティブアドバイザーかっこいいじゃん。でもこっちがピンチの時は助けてよ。はい。水沢社長から直接電話来たでしょ？あ、はい。あれ私が教えたの。まずかった？あ、いえ大丈夫です。頑張れ、はい、羽ばたけ。はい。私の電話番号教えたでしょ。いや俺じゃん。どうすればいいの？責任取ってよ。レンじゃなかったんだ。あ、私もみかん食べたい。どうしたの？ん？別に。ゆみちゅんしただけ。何があったの？え？うん、いや変わろうと思って。お兄ちゃん的に言うと脱皮？さなぎから蝶みたいな。なるほど、それはいい。脱皮なくして進化なし。ダンゴムシも脱皮はする。ダンゴムシ？ダンゴムシ、ダンゴムシ。まず下半身の殻を脱ぎ、しばらくして上半身の殻を脱ぐ、一気にやると失敗のもと、失敗すると死に至る。焦らずじっくりやるのが脱皮の鉄則だよ。そういう意味じゃ焦ってんじゃないか。イメチェンしてみた。どう？もしもし？どういうことだ？え？なんで一言も相談なしに髪切ったんだよ。いや、だって私の髪だし。でも俺の彼女の髪の毛だろ。いや彼女でも私は私、流星の持ち物じゃない。俺は陽と結婚を考えてるんだ。陽のつま先から髪の毛まで陽の全部が欲しいんだよ。
レンだったらどう思うかな。石田レンの栄転に。髪の短い新しいように。乾杯。おいしい。うん、うまでもなんで突然切ったの。何かを捨てなきゃ何かを得られないから。なんか頼もうか。せっかくだからさ、今まで食べたことないもの食べない。ほら、うちらいつもスルメばっかだし偉大なるマンネリじゃあ一番高いこれは牡蠣と白子とあん肝の痛風鍋いいねでしょ。すいません、牡蠣と白子とあん肝の痛風鍋ください。あら、珍しい。ちょっと待ってね。お願いします。今日は私のおごりね。え？レンの栄転祝いと、あと、お詫び。はい、失礼します。これね。お詫び？私の携帯番号、流星に教えたのレンじゃなかったでしょ。うちの常務だったの。ごめん、ほんと疑ってごめん責任取ってとか言っちゃった。もういいよ、終わったことだし。もしかしてそれでまさか反省で切るわけないでしょ。自意識過剰。これね、ビッグなんだ。え？本物みたいでしょ。なんだよ、切ってないのか。でもよくできてんな。ちょ待って、今触ろうとしたでしょ。うん、ダメだよ、ずれる。いいじゃん、ちょっとぐらい。いや、ほんとずれるから、もうずれるとずれるとまずいからあ、てか、はい、遠慮せずにどんどん頼んで。そんな大口叩いて大丈夫か。ん？あ、ここにいいから、私払う。え、はい、財布がない。あれまたかじゃん。まあ、財布会社に忘れて取りに戻ったんだけどね。用が変わるべきなのは財布を忘れる癖だな。うん、確かに。あと、お酒をガンガン飲む癖と夜食を食べる習慣。ああ、結構あるね。全部俺のせいにすんなよ。自意識過剰。私は自分のために変わる。アラサーってさ、夜食とか飲酒とかもうそういうの不健康のもとじゃん。まあな。牡蠣と白子とあん肝の痛風鍋です。おお、豪華。やけどしないでね。はい、やっぱコレステロール祭りだね。でも美味しそう。水沢とはどう？喧嘩でもした？これ。ん？相談もなく髪を切るなって言われて。私の髪の毛だよ。そっか。はい。ありがとう。でも、要は自分の生きたいように生きればいいと思う。自分を偽って生きるなんて業には耐えられないだろ。時々思う。一番変えなくちゃいけないのはレンと会う習慣だってこと。そっか。
改めて業務提携してるダイアナさんから来た御手洗陽さんだ。靴のスペシャリストエグゼクティブアドバイザーとしてうちに来てもらうことになった。今後靴について分からないことがあったら彼女を頼ってくれ。かしこまりました。お願いします。お願いします。御手洗陽です。入社して以来靴一筋で来ました。 EC 業界に関しては分からないことも多いので、いろいろ教えてくださると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。社長、そろそろお時間です。じゃあ、あとは頼んだぞ。よろしくな。というわけで、今後サイト内のコンテンツをより充実させて、新しいことにもどんどん挑戦していきたいと思う。エグゼクティブさん、何かありませんか？はい。斬新なアイデアを一つお願いします。の話なんですけど、連載企画として靴にまつわるお客様の思い出を募って掲載していくのはどうでしょうか。その時一緒に過ごした靴や服に対して人それぞれ思い出は多かれ少なかれあると思うんです。お客様の思い出。はい。例えば私は、例えば私は高校時代に履いていたローファーがあるんですけど、当時成長期で少し大きめの靴を履いていたんです。ある時その靴の片っぽが脱げてしまって、拾わずにそのまま家に帰ってきたことがあるんです。でも今はその靴がどこに行ってしまったのかわからないんですけど、でも大きな収穫はその靴を持ってきてくれた男子と何でも話せる大親友になったことです。靴にまつわるお客様の思い出をシェアさせていただくことで関係性を深められると思います。で、関係性が深まった結果売り上げが上がると。新しい試みなので確かなこと。耳当たりのいい不確実なことをスタートアップのこの大事な時期に提案しないでいただきたい。すみません。ありがとうございました。お邪魔します。おお、レン君、待ってたよ。はい、これこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。いきなり。はい、座って座って。はい。はい、あ、すいません。おばさん、もう怪我は大丈夫ですか？おかげさまで。要は？ああ、仕事で遅れるって連絡ありました。ごめんね、せっかくのレン君の送別会なのに。あ、もういいね。この前、はい、ヨンに高い飯をおごってもらったんで。およし。じゃあ、今夜は俺ととことん飲もう。はい。乾杯。乾杯。乾杯。ほら、方向性はこんな感じとして、まあ、今日はこの辺で。はい、お疲れです。お疲れ様です。お疲れ様です。エグゼクティブさん、お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様です。
部さん、お疲れ様です。お疲れ様です。戦略会議の議事録読みました。こっちの仕事を早く覚えてもらうために議事録をお願いしたんですが、全然伝わってないですね。すみません。どこが違うんですか？会議の内容をきちっと書いたつもりなんですけど。議事録の書き方からいちいち教えなきゃいけないんですか？うちの議事録のひな型があるから、それに習って書き直してください。すいません。これって急ぎですか？明日の朝役員会議で使います。逃げないでください。はあ。エグゼクティブさんはいつまで働くつもりですか？あれ、社長と結婚なさるんでしょ？エグゼクティブワイフ。よう、まだいたのか。何やってんだ？議事録書いてんの。議事録？そう。それ用の仕事か？さあ、徳良さんが明日の役員会議で使うからって。役員会議？うん。明日はなくなったぞ。え？申し訳ない。要は徳良さんの洗礼を受けたんだな。何より俺を思ってくれてる人だからな。世を見定めてるんだと思う。ただこれから俺がちゃんと言っておく。遅くまで悪かったな。家まで送ってくよ。ありがとう。うん。はい。うん、ありがとう。ね。おばさん、ん、このサバ味噌ほんとうまいです。後でこれもレシピ教えてください。うわー、上海で絶対食べたくなります。さすが料理男子。後でレシピメールで送っとく。お願いします。ねえ、ちょっと聞いた、二人とも。僕はそのまま素材だけ食べれたいから。はぁ、虫になっちゃえば。それこそ僕の見果てぬ夢だった。いや、母さんの料理が一番だよ。もうそれを超えるものはない。あー、何よ今更。あ、うん、レン君、どういう子がお好み？うん、特にこだわりはないですけど。だったら用でも大丈夫だな。お、用だったらレン君の友達にも恋人にも時には参謀にだってなれる。まあ、もしただの可愛い神様を探してるんだったら、もうそれはどう考えても不合格だけど、互いに理解し合って人生を歩みたいんだったら、レン君にとってもう用の右に出る女はいない。
女房ってのはね、男の一生を左右する片目をつむって長所を見るのみだ。え？蓮くんは、蓮くんはどんな人生を歩きたい？僕ですか？僕の人生…え、嘘、ついてる？どこ？歯に青のり。おい、蓮くん、どうした？ちょっと、あ、すいません。酔っ払った？はい、酔ってます。ちょっと待っててください。わかりました。流星ん、私が1年間旅行に行きたいって言ったらどうする？反対する。やっぱり。私はただ流星の要求を受け入れる選択肢しかないの？俺には賛成するという選択肢しかないのか？そうじゃなくて、私はただ話し合って決めたいの。何？君が賛同を求めるときは話し合い、君の髪型については事後報告で我慢しろということか？そうだよね、確かに。ごめんなさい。安心しろ、これからは全て用に従う。髪型も部屋のインテリアも全部全て用の望む通りだ。ただこれだけは妥協できない。陽が行く場所には必ず俺がいる。君がいない街では生きられない。俺と結婚してくれ。今日に俺の子が何が分かるんだよ。あんなに傷ついて、あんなに泣いたあの恋は本物だった。君のいない街で生きていくしかない。今こんなにも私を求めてくれてる、似合ってる、こんなにも愛してくれてる。私はこの恋を信じるべき。距離が今近づきすぎていたことに。
ます。君に見せないように喜怒哀楽のスロット早回しした。ぐるぐる変わる僕の中でも君はずっと素敵だ。だから僕は言えない。好きだなんて言わない。その先にある未来は限りなく壊れることはないってだけ。結んでもない、なんとか変わろうとしている。心臓不安ちゃう。石田さんから聞きました。陽さんのことが好きだって。今更好きですって言われて私には流星が。蓮さんを本気で好きになるのが怖いんですよ。社長のお飾りでいてくれればそれでいいですから。私に仕事をさせてください。蓮は私にとってこの世で一番大切な親友だからね。じゃあな親友。